皆さんこんにちは、リーです。本日から関西編第1弾、 JR 京都線の山科から高槻までをご紹介していきます。JR 京都線が取り上げられる場合の YouTube 動画は主に新快速電車を使った動画が多いんですけれども、今回はあえて快速電車京都伊勢の快速に乗って大阪まで向かっていこうと思います。前回暗闇の中で大阪まで向かった動画もあるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。京都、京都です。ご乗車ありがとうございました。お出口は右側5番乗り場到着です。隣にお忘れ物などの線路の口です。本車両からお帰りの車となります。 JR 各線、新幹線、近鉄線、地下鉄線を乗り換えです。今から手を離してお待ちください。京都出ますと長岡京に止まります。京都駅の JR 各線の電車については概要欄のリンクに動画が貼ってあるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ここからは初めて京都大阪の方に進んでいこうと思います。駅間距離の長さによって倍速再生の倍速の部分が変わったりするので、画面用意に注意してください。お見せするのは佐賀の山陰本線と京都鉄道博物館です。列車の方向になります。続いての停車駅は以前都があった長岡京になります。実際長岡京へのアクセスは阪急長岡天神駅の方が便利でおすすめです。昨年の近江鉄道の紹介から取り入れている FM とか AP とかの表記なんですけれども、こちら FM の場合はフレンドマート、 AP の場合はアルプラザを示しています。平和堂、フレンドマート、アルプラザは西は尼崎、北は富山まで幅広く店舗を展開されているので、ぜひ見かけた際には一度立ち寄ってみてお買い物をしてみてはいかがでしょうか。
次の瀬戸富田駅までの間に明治大阪工場があります。明治大阪工場の前には大きな明治の板チョコのモニュメントがあるので、ぜひブロックがいくつあるのか数えてみてください。通勤時間帯ということもあり、大阪府内に入るとたくさんの人の乗り降りが見られます。実はこの電車はもともと草津線の柘植が始発となります。最終の京都快速は草津駅を7時37分に出発する電車です。渋谷駅あたりから吹田貨物ターミナル駅の横を走っていきます。またここから吹田貨物線という別ルートになり、黒潮や遥か、また大阪東線の電車は梅田貨物線を通っていきます。次の東淀川新大阪間は駅間距離が 700m しかないので、ぜひフルバージョンで見ていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。この動画は次の大阪駅で終了となります。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。次回は京都市営地下鉄の駅紹介をお送りしていきます。